動け、脳みそ動け、全然喋れない、どうしよう。北川景子に似てるってよく言われる。うん、景子に似てるって北川景子に似てるってゼロワンクは結局どうなったの、あれ本当に離婚したの、くるちゃんと。ご祝儀返してほしいんだけど、マジで。私の1万円返してほしいんだけどね。あんなに早く別れてさ。早すぎだよ。あの、お祝いした人たちの気持ちも考えてって感じ。ちょっと1万円返してよって言ってきてよ。奈々ちゃんの1万円どうすんのって。あんたそんなに別れて、早く別れてね。ね、人の気持ち考えてんのかぐらい言ってきてん。人の不幸は蜜の味。楽しい楽しい。世の中のみんな別れちまえばいいのになって考えながらさ。怖い。みんな別れろ。上。不幸こそ面白いよね。幸せって面白くないんだよ。不幸になった時が面白いんだよね、人間っつうのはな。どん底まで落ちた方がいいんだよ、どん底までな。どん底まで言えなくなって、もう食えなくなってね、もうボロボロになってっつうのが見たいんだよ、みんなな。怒ってる。くるちゃんと別れてなかったね、あの時ね。かまずきかよっつうんだよ。金。かまずき、かまわんだよ、かまわん。ゼロワンじゃなくてかまわんだよ。かまわん。1万円返しに来る。家に来るって。もうくる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 うるせえんだよ、なんだよ、それ。もう別れたのにね、くる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 ってね、ちっこい男だね。家に来る？どこに来る？何する？これ来る？来ちゃう？くる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 ってね。くる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 、地球が回ってんのかな？くるんくるんくるんって。かわいそうね。お家は絶対ね、みんなね、何があってもお家は確保しなきゃダメだからね。これは私は経験者だから言えるけど、ね、いくらお金なくても、雨風しのげる場所は必要なんでね。そう、お家がなくなると、もうリズムが狂うかな。もうどん底に落ちるからね。絶対にお家は必要。もう狂っちゃうから、くるくるね。くるくる狂っちゃうから。ね。家だけは確保。あとは、まあ、あれだよね。電気、ガス、水道は絶対に止めないと。ね、苦しくても、お金なくても、電気ガス水道は絶対に止めない。これが全てです。明日は我が身で。本当に。で、1万円は返すっつってんだから早く返しに来なよ。ね、振り込みでもいいよ。1万円返してくれるでしょ？嵐の1万円。結婚祝い、ご祝儀、ね、こんなに早くね、別れたんだから、みんなに返した方がいいよ。ね、みんなには言ってないけど、ゼロワン君は好きなの。ね、いつか私んとこに回ってこないかなってね。意外と私好きなのよ、ゼロワン君。じゃあなんかね、昔ね、付き合ってたノブくんに似てんだよ。あの、同棲したさ、彼氏に。なんとなくね、雰囲気似てんだよ。そう、なんか結構好きなタイプなんだよ、ああいうダメをね。そう、なんかね、病んでる感じがね、なんかね、似てるっつうかさ。モラハラとか好きだもん、だって。モラハラされてたじゃん、私ね、ずっとね。そうだよ。配信ね、同棲の時にスタートしたけど、ね、誰とも連絡取っちゃダメとかさ、ね、すぐ怒られ、男、だってコンビニの男の人に声かけただけで殴られんだよ。ね、
おめえ何してんだよって、誰と話してんだよってね。えって、あんな若い男と話して、いやタバコ買おうと思ってね、番号言ってただけだけどって、いやって浮気だってね、もうお前は信用ならねえとかバカッつってさやばいやばいっしょ。ええー、って、だってコンビニのお兄ちゃんね、何も話さないでタバコ買えないじゃんってな。うん、でもそういうのが好きなんだよ私、束縛されちゃうのがもうそのありえない束縛とかさ、モラハラパワハラが好きなのよ、うん、なんか幸せって感じじゃん、なんか私守られてんなとかね、大事にされてんなって思っちゃうんだよね逆にね、そう愛されてる感、うん、それで愛を感じちゃうね、変態さんなんだよな。まあ、ストレス溜まる人はいるけどね。だからストレス溜まって、私は、パイプ椅子で頭が殴ったんだけどね。結局。それで泡吹いて倒れちゃって救急車呼んだんだけどね。怖い。ストレス溜まりすぎね。あと、お皿割ったりとかさ、全部のお皿割ったりとかね、家のね。たまたまね、たまたま、手のとこにパイプ椅子があったの。ね。で、おめえね、配信で男のコメントばっか拾ってるってね。色気ぶっこいてるってわけわかんない、やきもちをやれたわけよ。ね。男とイチャイチャしてると配信の中でね。いや、そんなことはないよってたまたま読んだだけでしょって、ね。男か女かもうわかんないじゃん、ぶっちゃけね。性別なんて。ね、それで、もうなんかぐちぐちうるさいから、たまたま手にパイプ椅子も持ってたんだよね、私ここにあったの。それで、ガーンって頭にね、ぶつけちゃったら、倒れちゃった。それなんか過呼吸みたいになっちゃってさ、みたいなさ、もう、みたいになっちゃって、みたいなのも。それで泡ブクブクブクって吹いて倒れちゃったんです。じゃ、その前に、私の iPhone を壊したんだよ。iPhone 5S か 4S かわかんないけど、その時使ってた、配信中に私のね、携帯で配信してて、こうやってね、それを、配信中だよ、それを撮って割ったんだよ、ガーンつってね。折ったの、バーンつって。それてめえこの野郎ってなってね、そっからスタート。それで男がどうのこうのってさ。うん。だ結構ね、その時はカップル配信みたいなのしてたんだけど、もうしょっちゅう毎日喧嘩。ほんとに。毎日毎日配信上でもうやり合ってね。ゼロクルなんか見ててもアメーナみたいな、パイプ椅子殴るぐらいの配信をしなきゃさ、アメーナまだまだだなと思うよね。It's some I'm bundling like a song It's all like a song I'm bundling so like a I'm bundling so I'm a bad guy I'm a bad guyI'm a little guy, I'm a guy, guy, guy. I'm a little guy, so I'm not gonna lie. もうしつこいね、もう。どうでもいいじゃん、私のファッションは。リスナーさんが送ってきてるものをね、ただ身につけてるだけだよ。自分で買ったのはこれだよ。これ。ユニクロのダウンとこの、リュックだけ、あとこのマスク、あとは全部リスナーさんがもらったもん。このファンタグレープ、これいただきます。うわーすごい、箱やばやば、このデカさ、でかっ。このモバイルバッテリー、わかるかな、デカさん。じゃあオープン。ちょっと寒い、ここ風が。
わうわすごいねこれ。やば、4枚パテが入ってる。でかいよねこれね。あ、でかいよこれ。4枚入ってるよ。これは L サイズね、ポテト。はみ出ちゃった。いやー、これはマックの中で一番でかいんじゃないこれ、今までの中で。マックの中で。あ、揚げたてサクサク。一番最初だからね、注文したの。くじをめくってたって何？あ、これ？お年玉くじ。いくよ、せー、いくよ、いい？お年玉くじ、これ何が当たんのこれ、何が来んのこれ、何何何、100万円とかあったの、たわしが当たんの。いくよ、せーの、ちょっと待って、まだ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 、せーので、せーので、いくよ、せーの、ちょっとまだいくよ、ペリペリってね、ペリペリってね、せー、あ、いったいった、よし、せーの、50円引きだってすごくない？もうこれで大丈夫とりあえずね。50円引き、50円引きです。え、でも大当たりじゃない、50円引きだよ、すごくない？30円とか10円大当たりじゃないこれ。50円、え、つまんねえ。ビッグマックで1万人って何？馬鹿らしくなるね。飯食ってるだけで1万人っておかしいよね。だってあの小峠くんとのコラボとかさ、6000人7000人よ、うん、毎日なんか新商品を食べてた方がいいよね。じゃあ行きますか、そろそろビッグマック。ちょっとお待ちかね。これどうやって食べよう、マジで。やばー。どうやって食べよう、これ。うわ。もう口が開かないのよ。いただきます、いただきます。うん、あ、普通に美味しい。久しぶりに食べたビッグマック、普通にビッグマックだね。ビッグマックが多いみたいな。あ、ピクルス落ちちゃった。なかなか女性は食べないね。私はフィレオフィッシュとか照り焼きなんだけど、味はビッグマック。何も変わり映えしない。そのまんま。たださ、口の中が乾燥すんでるね、ビッグマックって。ボソボソしてるっていうかな。すごい喉乾くんだ、これ。食べづらいしね、これがね。これボロボロ落ちて。顎外れそう。顎は外れ。いや、もうお腹いっぱいなんだけど、どうしよう。もう飽きちゃった。めっちゃ飽きる、この味。
で顔ぐらいあるよねこれね。ここは普通なの、こっちだよね問題はね。厚み、あ、お茶ばっかりがとチャリンチャリン。ここは普通のビッグマック、こっちで問題はな、これこの4段重ね。じゃあ食べるときは、食べるときはですね、これ潰してあげた方がいいね。こうなんかギュッて、こういう風に。こうやって食べやすいときは、これ潰した方がいい。だからあっちのさ、アメリカ人とか潰すんだよ、ハンバーガー。いいね、あっちで言ったの。ご飯食べた？気持ち悪いって言った今。また？また今気持ち悪いって聞こえたような。また？去年に引き続き今年も？今気持ち悪いみたいなの言ってたよね。ちょっと怒ってしまう、これおいガキ、どこ行った、消えちゃったよ、もういなくなっちゃったよ。親の教育が悪いんじゃないの、人に向かって気持ち悪いとか。待って、教育してあげないとさ、クソガキはね。じゃん、生意気なんで子供のくせに。親が教育しないからああいう口を聞くんだろ、外で非常に向かって。うわっ、子供の言うことじゃないよ、他の人にも言う可能性があるじゃん、あんなね癖がついちゃって。ダメだよ、言ったよね、本当に言ったね、私の耳が確かだったら、うわ気持ち悪いって言ったよね。ちょっとわかんない、私の耳がおかしいのかどうかわかんないけど、確実に聞こえてない、うわ気持ち悪いみたいな。お父さんの口まで、ね、お父さんが言うんじゃない、家帰ってきて、うわ今日も気持ち悪いかって言ったよね。それが世間の声、もうダメだ、甘えてんだ、私がお釜だから。優しそうに見えるから言うんだよ、これがね、いかつくて怖そうな人だって絶対言わないね、子供になってね。害がないから言ってんね、あっちも。子供だって人を見るでしょ。あ、お茶ばっかりだとチャリンチャリン。舐められてんね、私が。こういうことだよ。いやだね、去年は中学生に気持ち悪い言われて、今年はあれいくつぐらいだね、6歳ぐらいかな。ね、うちの子がそんなこと言ったら張り倒すよね。でしょ、本当に気持ち悪くてもう言わない、言わせないよね。うん、私だとこう殴りたい。あ、来た、ご飯食べた、もう仕方なし。お母さん、ボロ目の前にいるじゃん。
前も中学生に気持ち悪いって言った時1週間悩んだからね。1週間病んだから、うん、でも2回目だから今回そうでもないから、なほみちゃんあのちゃばかりだとチャレンチャレンって周りからだと気持ち悪く見えるのかな。髪染めてね、ルンルンな気分の時に気持ち悪いって言ったらかなりショックだよね。ガチャ落ちって感じ。昨日髪の毛変えてね。あ、はい。どうも。お迎え行ったんだけど。お迎え？行く？あ、行かないです。行かない。すぐ帰るんだったら送れるんですけど。初めまして。前にコインランドリーで、うん、洋服どこだ前の。ああ、はいはい。家の時にね。久しぶり。お久しぶりです。私気持ち悪い？全然気持ち悪くない。あんまどの子に言われたんですか？気持ち悪くないかな。どこが気持ち悪い？今ほら親に言われてるだけじゃないですか。知らない人に声かけられたら気持ち悪いって言った方がいい。気持ち悪いとは言わないけど、あんまり言っちゃダメよって。